取材も終わり、記事が書けたら紙面のレイアウト、大分合同新聞社整理部の川辺俊和記者が説明します。琴島空襲について皆さん取材してきてもらったんですけど、実際に今日はそれをもとに紙面新聞にする作業を行いたいなと思います。キーワードをもとに大見出しを考えて、で次に小見出しを考えていきます。一応見出しのルールとしてはこういったルールがあります。小見出しの方がこの4つですね。でちょっと皆さんに考えてもらいたいのが、この見出しと見比べたときにちょっとあれちょっとルールと違うなみたいなのがあったりすると思うんだけど、琴島空襲の空襲に、うん、そうだね、空襲、ちょっと空襲っていう言葉がダブってしまったね。大見出しこれで言ってもいいのかなと思うんですけど、ちょっと引っかかったところ、この2つの見出しを皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。この言葉大切だなとか思うところあったら、ちょっと線を引いていこうか。良い見出しをつけるために大事なキーワードを記事の中から探し出します。琴島国民学校、あ、当時のね、1945年。この見出しと、あともう一つこの見出しを作ろうかなと思います。で次に慰霊碑に思いを込めて、で海徳寺にある骨地蔵の、難しかったけど記事が読みたくなる分かりやすい見出しが出来上がりました。いよいよ完成が見えてきました。まずはイラストの仕上げの作業から。よいしょよいしょ、色濃く塗るのは力がいるけど最後まで頑張って。まあどっか紙面の、まあ、前回も言ったんですけど、まあ、ここら辺かにこう箇所を全部書いていこうかなと思うけど、いいかな。じゃあそれで、はい。レイアウトのルールとしては、見出しの次に記事が来るようにしてという形で読ませていきます。で、あと紙面にメリハリつけるために、まあ、例えばこれが文字の大きさでいうと一番大きいんだけど、あとまあ写真でいうとこれが一番写真が大きいよね。だからまあそういった形で紙面にメリハリをつけていきたいなと思います。このイラストをちょっと大きめにいけたらいいかなという形で、まあ、どっかここら辺かに置いてという形にしていこうかなと思ってます。まあ、ちょっと実際出来上がりがどんな形になるかっていうのが分かんないんだけど、まあ、一応イメージはこんな形でいこうかなと思います。慰霊碑の作業をしてきました。色使いが難しかったけど楽しく絵を描けてよかったです。僕は骨地蔵の絵を描きました。周りを描くのが難しかったし、骨地蔵の様子を描くのも難しかったです。見出しを決めるのや文字を太くするのが難しかったです。琴島空襲のことを知らない人に見てもらいたいです。字を太くしたり色を濃くするのが難しかったし楽しかったです。次回ついに子どもたちの新聞が完成します。